ストもアクションさんあったかしゃじゃだうあれでいいですはい、では皆さんはいカツ丼 VS 海鮮丼 VS 牛丼1キロハイブリッド決定あての1キロ企画、はい、今回もやってまいりました。割と久々じゃない案外開いてしまいました。開いちゃったねこれ。まあ、今回は丼物というねもう大食い向けというか、まあ、摂取しやすいやつでやっていきます。はい、でもジャンルも結構違う感じでね。はい、見ての通り俺がカツ丼です。僕が牛丼。俺が海鮮丼。見た目だと結構さ大きさ違うように見えるけど、これ一応ご飯が 700g ぐらいで、おかずが 300g ぐらいで全部合わせてあるんで、ほぼ変わりないっす。ではね、早速1キロ早くやっていけると思います。それではいきます。すんげえ量だな。お腹痛めちゃいそうだぜ。それでは1キロアレグレ対決、よし、よーいスタート。いただきます。いただきます。まあ、でっけ。うん、うんまっ。うん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 、めっちゃさっぱり。うんうん、米おめちゃくちゃ多い。すぐ米出てきた。うん、やめろ、やっぱすごいボリュームうまっ。すごいね、さすがに牛丼はね。アホが疲れてきたな。うわ、マグロマット。それと比べちゃうとちょっといいね、だいぶ違う。いや、カツ丼はマジで嫌だでも、あの柔らかいからいいね。ああ。この丼の満足度エグいぜ。それは間違いない。こんな鍋本当に茶漬けにしたいかも。それ俺な、ウィンズル行きたい。うお、急に来るな。ジーパンがミスってるって。いや、これゆとりあるから。昔と全ジーパン。そうやん、ディーバイス。ディーバイス運動。ディーバイス揃えばな、案件来たもん。熱っ。大案件すぎるな。いやーすごいね。俺キング牛丼いけないわ今コンディションで。キング牛丼だってこれよりモリモリだったもんね、この間一口。マグロ食べたい。マグロとカツ 100g 交換しない。めっちゃいいやん。めっちゃいい。ちょっと生ものがヤバくなってきた。時間かかりすぎだよ俺。えぐいな今日。鍛え直さないと。今週天敵が悪すぎる。めっちゃストイックね。失礼、縦膝を許してくれ。あ、これが一番お腹にちょうどいい。酢飯を作ったのも俺だから、俺は呪いだ。いいです。そう、早いだけ自作だからね。そう、完全に自作なんで。醤油の量も酢飯の量も自分でやってるから。さあ、醤油の思ったよりも酸っぱい。途中経過10分経過でこれぐらい。やばいって本当に。スタンダードですよ。半分、これ半分で。お前は早いな。もうカツさえ食っちゃえばもうあとご飯だけ。もう先にカツを食うこと決めた。スタンダードで牛丼で結構きつい。きついよ本当。醤油で年だと思う。それ年じゃない。お前俺らより3個4個上の先輩だってさ、6分とかで食ってんならいけんの。食生活、食生活俺らはあのその辺の人よりも4年ぐらいは胃が老いてる。トレーニングじゃないから。ダメージだ俺ら。蓄積だから。まあ、それはもう海鮮ブリ。海鮮ブリちょっとだけ教えてあげようか。うん、なんか俺刺身買うとき、うん、サーモンあったじゃん。うん、こう手に取ってくれしてた。刺身だから終わった嘘です。終わった加熱してないもんだってフリーザ第二形態のポーズコロちゃんが俺に憑依してる今。はい、ってます。まだ食べ終わってますね。びっくりしたー、びっくりしたー。もうね、俺は今思ってる。1位が決まったら1000位統一する気がするんで。この器をかき込むのは気持ちいい。うわー、やばー。あい、よし、食えたー。うわー、肉終わった。肉終わったらいいね。でもこの間ね、緑髪いたんだけど、増えて似合うな。
急に褒めるやん。なんで急に。いや、よくはしかなくて。おだてられたってな、勢いは上がんねえんだよ。あれ、みんなに話したことないのもう結構、一番最初なんか、あれ？それは俺を知らせてよく言わないか。そこだけ。ラストスパート。おお、やっぱり取り残されちゃった、ハヤトさん。まだまだ聞き返せるよ。あーやばい、本当にあと一口なのに。でも俺はこうやってまた胃袋を拡張していくんで。胃袋拡張手術あんじゃん。逆はあるけどね、胃袋ちっちゃくする手術。ああでも一生でしょそれ。うん、かわいやでよな。そんなご飯一杯食えなくなるってさ、結構この先幸せじゃない。そうすることによってちょっとした量で満腹になれ、幸せになれる。プラスお金が減っていかない、取らないって考えたら割と幸せの方が多いな。そう多いな。でも俺は家系ラーメンとご飯食えなくなるのは嫌だ。やだね。家系ラーメンとご飯の胃袋はね、普通の人より多いから。まあ確かに。よっ、おっ、さあ飲み込みは終了です。残ってしまいます、あいつさんが一人。なんでいるんだよ、それは。そうだよ、俺は一食カフは食べ終わったらパーセキセル帰れるの。うん、帰ってないんだけど。あ、大切しないといけない。ダメ、君はずっともぐ、ずっともぐ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 。あ、おああ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 あ、ごちそうさまでした。いやいや、でも言わせて、減ってるんだよ。おおおお、だいぶここの盛り上がり消したから、あとちょっとだな。酒は長い。シュワちゃん、ごちそうさまです。はいはい、ごちそうさまでした。あー、めっちゃかかったね。結果発表。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ誰からいきますか。僕からいらしてくれ。私、海鮮丼でかかった時間43分53秒ということで、ちょっと1時間かかった。あ、そこ前に1時間かかってたから。なんか鳥とかすごい人かったよね。鳥じゃなくて豚か。全部俺のミス。作るとこから食べ方まで全部俺に見せて。俺は割と自信あるんだけど。あ、どうせどっち先。まあ自信。まあじゃあ俺からいこう。私28分27秒。おお、30分切った。あ、ちょっとね。下がったよね。ここまで。下がったよね。年ではないけどね。私かかった時間。17分29秒。20分切った。そう、ほんま。てか、ワンチャンかっこいいつぐらい早いです気がする。はい、久しぶりの勝利をいただきました。あんたの勝手。風を切って走ってゆく希望の街へと。次回のアクシエンターズは浜寿司で30分間カロリー対決。僕はですね、見ての通り初と言ってもいいぐらいのね、邪道をね挑戦しました。邪道っていうね、その寿司屋でね寿司をあんま食わないっていう感じなんですけど、まあこれがねすごい結果を許しました。ぜひ明日の動画を見てください。